はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。大鏡、道長の豪坦、その2、やっていきたいと思います。肝試しですね。 去るべき人は、とうより、おん、し、心玉というね、えー、心、魂というふうに書いてますから、まあ大体何のことを言ってるかっていうのはちょっと察しがつくかなというところですね。で、見ていきたいんですが、去るべきっていう単語、去るべしっていうふうにね、単語というかまあ連語ですね、えー、出てくることが結構多いんですけども、基本的には、立派だ、ふさわしい、宿命だ、 大体この3つです。訳としては。なので、文脈に合わせて、この3つの中から選んでもらったらいいと思います。ここはですね、道長のことを褒めていっているので、立派な人はというふうな感じでいいと思います。立派な人は、唐より。唐というのは、えー、形容詞ですね。都市です。早くよりですね。 で、心、魂という風になってますから、いわゆる、肝っ玉とか、そういう感じで取ったらいいと思いますけども、が、竹く、豪坦で、そして、恩守りというのは、神仏の加護ですね。神仏の加護というのも、えー、怖なめりという風になってます。ここのメリ。 遠曲のようだという感じですね。神仏の加護というのも非常に強い、素晴らしい、凄まじいものがあると覚えはべるわと思われますのは、まあどういうことかというとという話ですね。なのでちょっとこうお話の出だしになっているというところです。火山院の恩時に、えー、火山院の時代の話ですね。えー、5月の下旬の話です。 えー、夜ですね、寒慣れも過ぎ、えー、糸おどろおどろしく、かきたれ雨の降る夜、という風になってます。非常に激しく雨が降る夜です。三角、サウザウシとやおぼしめしけむ、って書いてますね。当時の三角が、少しサウザウシ、これ形容詞です。物足りないという感じの形容詞なので、 物足りないなぁ、なんかつまらんなぁ、思んないなぁ、と思ったんでしょうね。おぼしめしけむ。これは作者からミカドに対する二重尊敬、みたいな感じで使うやつですね。おぼしめす。はい、尊敬語ですね。で、えー、過去推量です。過去の話をね、回想しながらお話ししているので、だったのだろうか、みたいな感じです。で、天井に出て、させおわしまして、えー、遊びをわしましけるに、というふうに書いてます。もうこの辺も全部ミカドの、 行動になっているので、すべて、尊敬語は、帝に対するものになっています。天井においでなさって、そして、遊ぶというのは単語ですね。還元の奏楽、歌作りとか、こういうのを表して、遊びというふうに言うので、帝がね、還元の奏楽をしたり、えー、歌作りをしたり、というふうにやっていた時にというところです。おわしましも、えー、どちらもですね、尊敬語で作者から帝に対してです。人々、物語、申しなどしも、えー下 という風になってますね、えー、いろいろお話をしてたみたいです物語などをね謙譲語ですね帝に対していろいろお話し,してたみたいですね謙譲語ですんでで下もうの後ろのたもはまあ、帝の周りにいる人々に対する尊敬語という感じかな はい、下もて、昔恐ろし借りけることどもなどに申しなりたまへるにというふうになっています。話の内容というのが、かつて恐ろしかったことどもなどをいろいろ言及することになったというところですね。作者から帝に対する謙譲語。そして、作者から、えー、尊敬語を使っているのは、そのお話をした人々に対してですね。 まあ、なんで、よくあると言えば、今でもあるんじゃないですかね。雨の日、暇やのあ言うて、友達たちで集まってる時に、なんかちょっと、そういう系の話になりまして、怪談話、披露会みたいな、昔、こんな怖かったことがあったぜ、みたいなことをね、えそれぞれ話をし始めたという感じですね。最後のルーは、官僚の助動詞リーです。今宵こそ、意図難しげなる、よ、舐めれ、という風になってますね。このこそは、 かかり結びの法則で、後ろのメレと依然形で結ばれてます。こそメレという風になっている感じ。今宵は非常に難しげなる夜だと。まあちょっと不気味な不吉な、まあ夜ね、雨がずっと降ってるから、まあそういう夜なんだと。で、このなめれに関しては文法的になるメレというね、断定の助動詞に推定の助動詞メリがくっついているという形です。 で、これが、なんめれという風に、に、ーが、んという風に発音便化します。そして、んの音がぶっ飛んで、なめれという風な形になっている。なるめれ、なめれ、なめれ、みたいな感じで変化しているものですね。のようだという感じですね。今宵は非常に不吉な、不気味な、ちょっと夜だと。このように、人がちなる。これは人が多いという意味です。ここまで人が多い、だに、副助詞で類推ですね。 でさえ、景色覚え、不気味に思われるという感じですね。ミカドがどうやら喋ってるみたいなんですけども、えー、まして、物離れたるところなどいかならむという風になってます。だから、ここは類推を使ってうまく対比させましょう。ここのように、こんなに人がいるところでさえ、非常に不気味に思われるんだと。じゃあ、まして、 物離れたるっていうのは逆に人が少ないってことですよね。人気がなく誰もいないようなところなどは一体どうなのだろうか。さ、あらむところにって書いてます。そのようにあるところ。そのようにというのはまあ人が少ない。この物離れたるところを指してますね。で、えー、ここは遠曲です。そのようなところですね。に、一人いなんにゃ。行くことができるだろうか。 という語にななってる感じかなここは、うん「可能水量」っていうのはもしかすると文法書によっては載ってなかったりするかもしれません。助動詞の無は推量意思家庭という意味用法になるんですけどこういう反語とか疑問とかの文脈では実は可能的な意味を入れて水量で訳す方が結構綺麗に訳せたりすることが多いんですよ。 だここだから役としては、そんな誰もいないような不気味なところに一人で行くことができるだろうか。 いやー、そら、いかれへんやろなぁ、っていう感じ。やっぱりちょっと、可能的な内容を入れた方がいいんちゃうかな、というところですね。可能推量です。と、おせられけるにって書いてますから、ここ、おせられ、二重尊敬使ってるから、やっぱり、え、三がお話ししてたんだな、というのがわかります。作者から帝に対する二重尊敬という感じですね。おっしゃったと。え、まからじと、のみ、申したまいけるを、というふうに書いてますね。ええー、と、打ち消しの助動詞とか、打ち消しの 意味を持っっているものがくっついたら「不可能」の文脈で使うので「それはまかることはできますまい」っていう「まかる」っていうのはこう健常語的に「行く」とか「退出する」とかっていうところで使ったりするんですけども「いやーそらー行くことはできませんよー」みたいな感じですね「行けないでしょうー」っていう「怖いですもんねー」みたいな感じですね。 と、申したまいけるって書いてますから、人々が帝に申し上げていたところ、入道殿出てきましたね。道長です。は、いずくなりとも、まかりなんって言ってますね。このともは、逆説の仮定条件で使ってます。収支系プラスともで使うので、どこであったとしても、たとえどこであったとしても、まかりなん。えいけますよ。えいけるけど。 っていう風に言ってるわけですね。道長だけはです。入道殿はって言ってますよね。この和っていう形女子って大体こういう対比の時に強調で使うんですよ。他の人たちは行けないっす、行けないっす、味方それはいけないっすよ。で、まあちょっとごま吸ってる人もいるかもしれません。行けないっすわ、言うてんねんけども、入道,入道殿。道長だけは、え行けるけど。っていうねえ。空気を読まないような発言してると。はい。 えー、推量脅威の意味用法とくっついてます脅威の助動詞ヌーの未然形と意思の助動詞がくっついているというところですね。と申したまいければ謙譲語で作者から帝に対してですそしてこの発言をしたのは道長ですから尊敬語で作者から道長に対する尊敬語というふうになります。 はい。すると、去るところ、終わします。帝にて、って書いてます。これは何かというと、そのようなところを面白がる癖を持っている帝でございますので、みたいなところですね。うん。なんでね、帝としては、お、おもろいやないか。なるほど、道長、お前、そんなことを言う。ああ、そう。みたいな感じになってるんですよね。 おわします、帝でというところです。意図日あることなり、さらば行け。道高は、崩楽院。道金は、自重殿の塗り込め。道長は、太極殿へ行け。と、仰せられければって書いてます。二重尊敬、仰せらるを使ってるので、ここも、作者から帝に対する二重尊敬で発言してるのも帝です。帝はおっしゃった。ほうほう、道長、そんなこと言うのであれば、なかなか面白いやないか。だったら行ってこい。 道高、お前は道長、お前はという風に、なんとまあ、これ兄弟全員を支持されてしまったわけですよ。 まあ、たまったもんじゃないのはお兄ちゃんたちですね。道高、道金っていう。ええー、俺ら何も言うてないし、っていう。道長が勝手に言っただけやのに、っていう。ミカドーって感じなんですけど、そんなもん知らないですよね。まあ、連帯責任というやつですね。最悪や。よその君たちは、君たちはですね、道長以外の、この、兄弟です。道高、道金を指してるんですけども、この二人は、和ですよ。対比が出てきます。和 瓶なきことをもうそうしていけるかなと思うって書いてますね。どんな不都合なことをそうすというのは絶対敬語です。これ、帝に対して申し上げるというふうに必ず使うので、帝に対する謙譲語ということになります。で、これ作者ですね、が、えー、 るとというところなんですけどもちょっとカッコで書いてあるんですが何かというとここ字の文です字の文なので作者から帝に対する謙譲語というふうに取っていいんですけどその後にねそうして蹴るかなと思うって書いてありますよねここ思ったのはこのよその君たち道隆道兼というこの兄弟を指すのでこの兄弟が お前道長いらんこと言うなよっていうふうに思ったという話ですからここよその金たちから帝にというふうに取ってもいいかなと思いますまあこの辺はちょっとそうですね学校の先生がどういうふうに言ってるかの指示に従った方がいいかなとは思いますが、まあ、一応字の文なので作者から帝というふうにしときたいと思いますで えー、もし、ちょっとなんか問題的に作者がないぞっていう時は、このよその金たちから帝というふうに、えー、敬語を処理したらいいんじゃないかなというところですね。そうしていけるかなと思う。また、受けたまわらせたまへる殿原はというふうになってますね。これはもう、受けたまわるという謙譲語です。受けるの謙譲語。お受けしたわけですね。まあ、帝に対する謙譲語です。お受けされたのはね、帝ですから。帝の発言をお受けされた。 味方でしょ。で、それをお受けしたのはこの金立ちやねなので、えー、作者から金立ちという玉編になりますだからお受けなさった殿原は恩景色変わり手って書いてますね顔色がどんどん変わってしまってうわーもう役なしとおぼしたるって書いてますもう困ったことだと思ってる最悪やと思ってるんだけど出てきましたよ入道殿はやっぱり輪使ってますねこれで対比成立です つゆる景色もななくててという,ふうになってますつゆも全否定の構文で使います後ろに打ち消しを伴って全く何々ないというふうに役を作っていくので少しもそのような音景色がなくという感じですねそのような音景色って何ですかっていうともう、まあ、言うたらこう怖がってる迷惑があってるうわ最悪やみたいな感じで思ってるという状況ですね ま、そんな様子もなく、お兄ちゃんのような、なんか顔色変わって、うわ、やばーって思ってる様子もなく、こんなこと言ってます。私の従者オーバーはグシソーラワジこの陣の吉祥というのは、いわゆる、そこで言う警備員に当たったりするんですけども、私の従者を、連れて行く、グスっていう動詞は、連れて行くという動詞で使うので、英語のテイクに当たるんですよね。連れ、ソーラワジ丁寧語使いながら打ち消してますね。 私は自分の住所を連れて行ったりはしませんと。で、この陣の、えー、こう言うたら警備の人ですね。滝口もまあ警備員の中になるので、要するに、この今、ここにいる警備員っていう感じです。を誰か一人。証券門まで遅れ。あ、ごめんなさい。漢字がちょっと間違ってるね。遅れは、あの、送信の方の遅れです。この遅れじゃないです。ごめんなさい。ちょっと作ってる時に漢字間違っちゃってるね。 小圭門まで送れと大瀬ごと食べって言ってますね大瀬ごとというのは帝のお言葉ですでそれをちょっと与えてくださいませんかというふうに言ってますなので、まあ、ここはズルしないようにってことなんでしょうね私は自分の息のかかった部下を連れていくことはしませんその代わり帝、えー、あなたの選んだここにいらっしゃる部下の中から誰か一人を選んで証券門まで送っていけというふうにどうか命令 くださいいませんかという感じですねどこまで男前やねんっていうね道長そんな感じになってますがそれよりうちには一人入りはべらむっていうふうに書いてますだからそっから中には私一人で入っていきましょうというね丁寧語今道長が喋ってるので道長から帝に対する丁寧語ですねで意思を表してますと申したまえば帝に 申し上げた、謙譲語。そして、道長が喋っているので、作者から道長に対する尊敬語です。証しなきことというふうに言ってますね。いや、証拠にならへんやないかと。仰せられる。二重尊敬使っているので、帝が喋ってます。えー、そんなんでも証拠なんか、なんか出てけへんやんけ、と。 一人で行ったっていう証拠とかどこにあんねやみたいな。行ってないのに行ってきたみたいな。帰ってくるんちゃうんかみたいなね。まあ、今のノリとあんま変わりませんよね。肝試しして、行ったふりして帰ってくるパターンのやつね。なので、ここで、えー、帝も同じようにね、えー、言ってるわけですよ。どうすんねん。証拠はどうすんねんや。みたいなことを言うと、下に とて御手箱に置かせたまへるって書いてますね。帝がちょっとそばに置いてた箱がありまして、その箱の中にですね、小刀があったんですけども、作者から、帝に対する二重尊敬、せたまへですね。で、存続です。御手箱に置いている小刀を申して立ちたま犬というふうになってます。作者からこれ、道中ですね、立っていったというところです。確かにそうですね。 証拠がないというのは困りますねって言って、帝のそばに置いてあった箱からポッと小刀を出して、で、その小刀を持って出発なさったということなんですよ。で、今、二所もというふうに書いてます。これ、ところっていうふうに書いてるんですけども、古文の文章って、ところっていうのが人を表すこともあるので、ここ、すぐに残りの二人もということです。これ、人を指してるんですよね。気をつけましょう。だから、道高、道金の残りの二人やね。を もう、最悪ですよね。しぶしぶ、おのおの、おあそうじぬ、というふうになっています。まあ、作者から他の二人に対する尊敬語で、もうしぶしぶ、いやいやながらね、もう、苦しむ、苦しむって書いてますからね、なんとなくわかると思いますけども、もう、いやいやながらついていくことになりましたと。さあ、すると、 ね、四つ、時間を表してます。ね、四つ。やからもう深夜は回ってますね。根の国というのがちょうど、十、え、二、ー、時ぐらいを指して、十二時というか、零時ですね。零時を指しているので、と、そうして、帝に対しての絶対敬語でした。各、仰せられ気するほどに、このように、いろいろ帝がおっしゃっていること、それを相談していると、牛にもなりにけむ、というふうになってます。出ましたね。牛の国です。 1>, 1時から3時ぐらいをだいたい表す時間帯ですね。牛の国参りという表現で聞いたことある人も多いと思います。なので、もう階段肝試しするにはもってこいの時間になったということですね。なってしまった。完了です。 やばいね。さあ、どうするのかというね。まあ、一番幽霊とか、地味猛魎、妖怪の類が出てくる時間帯なんですが、道高は、えー、上門の陣より井出よ。道長は、照明門より井出よ。と、それをさえ、若た,たまへばというふうになってますね。出発する門を指してます。それというのはね。 で、さえというのは、これ、副助詞で、天下です。結局、その、一人ずつね、肝試し、全然違う場所に行かせるだけじゃなく、出発するね、門でさえ、スタート地点で、えー、さえっていうふうに訳さないでくださいね。スタート地点、までもです。天加なんで。類推はさえっていう訳をするんですけど、天加の場合は、までもっていうふうに足し算していく訳になるので、ゴール地点も違うのに。 スタート地点までも、みたいな感じです。若たせたまへばって書いてますけどね。完全に分けてしまったと。帝の行動なので、ここもせたまえ二重尊敬です。助動詞数にたもうね。はい。しか、おわしましあえるに。そうやって、えー、いろいろ、ちょっと準備をして、いざ出発させました。すると、中関白のこれ道高ですね。 人まで念じておわしましたるに、我慢していらっしゃったが、というね、道高はちょっと頑張って人の方まで我慢していってた、と。でもやっぱり、宴の松原の炎に、縁の松原かな、のほどに、そのものとなき声ども聞こえるに、すべなくて帰りたもうって書いてます。さあ、道高です。正体もわからない、そのものだというのもわからない声どもをお聞きになり、聞いてしまい。 どうしようもなくて帰ってきてしまったという作者から道高に対する尊敬語ですね、まあ。チキン野郎ですね、完全にね。<laughs> まあ当時の平安時代の貴族は怖いでしょうね、これね。一人で行け言われて、へい言うて言ってたら、ふふふふふ言うて言ってたら、暗闇から誰やっていうのもわからないような声がする。これでもね、もしかすると、なんか帝がね、 あの他の部下たちに言ってちょっとこう驚かしてこいとかって言った可能性も高い気するんですけどね実際そういう子分も実はあります女房たちが寝てるところにブワー言って行って急に女房たちのこうねお布団としてかけている服をガバーッ言うて引き剥がしてそのまま帰って驚かすっていう,もう寝起きドッキリみたいなこと実は子分でもあるんですけど ここもそうなんちゃうかなという気するんですけどね。うん。そして、阿波た殿というのはこれ、道金になります。えー、路台の、えー、外まで、わらなくわらなくおわしたるに、なんかもうビビりながらね、ビビりながら行ってたんですが、自重殿の東の面というところになってます。これ、右りというふうに読みます。いわゆるちょっと石畳とか、石の階段とかそういうふうに、えー 意味する言葉なんですけども、自重殿の東のね、右耳のほどで、軒と等しき人のあるようにって書いてます。軒の高さと同じぐらいのね、背の高さの人があるように見えたまいければというふうになってるので、えー、見えなさったという感じやから、軒と同じ高さってことは、まあ多分軽く2メートルはあるでしょうね。 もうだか怖いねえ。パーって言ってたら、軒と同じ高さ2メートルぐらいの人がいてる。えあれ何みたいな感じですね。物も覚えで、もうパニックです。身のソーラーバこそ、お世事とも受けたまわらめと言って逃げていっちゃいました。道金の発言です。身がソーラーバ、未然形プラスバーになってるので、家庭表現になってます。家庭の役を入れましょう。 体があればこそ、大瀬ごとも承らめ。大瀬ごと帝のお言葉ですね。承る、謙譲語です。ご命令もお受けできよう。と言ってっていう、もうすげえ自分に言い訳して帰っていくことになったという形ですね。弱ーっていう感じしますけども。なので、と言って、道金は帰ってきました。 そうすると、お兄ちゃんもですね、チキって帰ってきたわけなので、おのおの、立ち返り、参りたれば、玉へれば、という風になってる。帝のもとに参る。やってきたのは、兄弟、道高、道金ですね。玉へれば、官僚の助動詞をくっつけてますが、例でね、扇を叩きて笑わせたもって書いてます。二重尊敬なので、帝ですね。扇をパチパチ叩きながら。<laughs> <laughs> 無理やんけ、お前ら言うてね。えー、大喜びですね、カドなんですが、入道のはい、道長だけは、糸久しく見えさせたまわぬ打ち消しですね。道長だけは、長いこと帰ってこないと。いかがとおぼしめすほどにぞ。作者からカドですね。え、どうなってんねやと、カドが思いになってると、意図さりげなく。 ことににもあらずげにて参らずてせたまえる何事もなかったように参上なさったというふうになってるわけですね。あとここは参上したのが謙譲語で帝に対してはあってますが後ろの玉兵瀬玉兵というとこごめんなさいこれ尊敬ですけど。 道長ですね。道長が参上なさった。なので、いかにいかにというふうに問わせたまえば、さあ、帝も好き者ですよね。で、どうやってどうやってというふうに帝がお聞きになったところ、糸のどやかに、お刀ですね。削られたるものを取りぐして、建て祀らせたもうですね。ここも、帝に対して建て祀る。献上する、差し上げるです。 で、瀬田も、これ道長に対してですね。やっぱ道長にもちょっと二重尊敬的な言葉を使うっていうのが大鏡の特徴ですね。刀でですね、削られたものを取り出してですね、それを渡したと。子は何ぞと帝が仰せられれば。はい。作者から帝に対しての二重尊敬。何ですかって聞いてみると、ただにて帰り参りてハベラムは、明石騒々をまじきにより、 講、えー、座という場所があるんですけども南面の柱の元を削りいて揃ろなりというふうに道長が報告してますつまり何もなく手ぶらで帰り申し上げる道長から味方ですね道長から味方に対する献上語ですね帰り申してはべらむ丁寧で道長相手味方に今お話ししてますから敬語を使ってますのならば証証拠ではないと いう風になってますね。はい。こんな感じかな。証拠がありませんからですね。このマジキというのは助動詞マジで、打ち消し推量とか、打ち消し意思とか、助動詞べしの打ち消しなんですよね。なので、証拠にならないだろうからという感じですね。なので、ちょっと、えー、柱を削ってきました。 というふうに言ってます。断定の助動詞なりです。で、つれなく申したもうに。だから、もう平然としてですね、それを帝に対して道長は申し上げたと。だから、意図浅ましく、驚きあきれおぼしめさる。ここも帝ですね。<laughs> マジかこいつっていうふうに、もう驚きあきれてるわけですよ、三角。子供たちの恩景色はって書いてます。これだから、他の兄弟たちですね。他の兄弟たち、完全に恥ずかしいね。 チキって帰ってきたのに、道中だけがガンガン行って目的地の柱削って帰ってくるっていうね、宮中の柱削って帰ってくんないよっていう気しますけども、いかにも直、おらでって書いてます。だからもう顔色が一個も直っていない打ち消しです。で、このとの、これ道中ですね。道中がかくてこのように参りたまえる。帰ってきましたからね。 三よりはじめ、漢字ののしられたまえど、羨ましきにや、って書いてます。感心して、ののしるというのは大騒ぎですからね。もうここで感心しながら大騒ぎし、だからしてるわけですよ。まあここでもし、批判したらおかしいからね。三が <laughs>、<laughs> すげえなー <laughs> 道長しぼーとか言うたらおかしいから。 えー、感心しながら大騒ぎしてるすげえな道長お前やるなー言うてみんなが大騒ぎするから羨ましいと思ったのだろうかというねニアニカアラムのニは断定の助動詞ですニアニカアラムのニは断定覚えてくださいねはいまだいかなるニかここもニアニカアラムのニですから断定ですよどんな心境だったのか ものも言わずぞ、サブライ・タマ・イケという風になってますね。ものも言わず、そこにお使い、お控えしていらっしゃったというところです。作者から帝に対するもの。そして、えー、こっちは作者から道高、道狩りに対する尊敬語という風になります。で、どうなったのか、なお疑わしくおぼしめされければという風になってますね。まあ、それでもやはり、 疑わしいなぁと、思いなさったミカドはですね、翌朝、勤めては翌朝です。クロードして、削りくずを継がわしてみよと、大瀬ことありければって書いてるね。クロードっていうのは、ミカドの秘書になりますから、クロードに、ちょっと、その、ミカド、道なんかが持ってきたこの削りくず、くずをちょっと持っていって、これ、称号してみーと。ほんまかどうか、称号してみーっていう風に命令してみると、持って行って、押し付けてみてみると、つゆ、田川ザざりけり。 つゆとざり打ち消しになっているのでここ全く何々ないという全否定全く違わないもう完全に一致ってやつですねキュピーンっていう感じですその削り跡は糸をけざやかにてはっきりとしている、まあ、形容同士ですねけざやかなりというねハベメリ、ハベメリって何帖っていうとハベルメリという言葉が ハベンメリになってハベメリという風になってますこれもさっきのあのナルメリなメリナメリと一緒ですね発音便か無表記の形ですはっきりとしているのでございますようだと末の世にも後々の世の中でも見る人はなお浅ましきことにぞ申ししかしという風になってます そのね、削り跡を見た後々の人たちというのも、やはり驚き呆きれることだなぁと、いろいろ申していた過去です。で、最後、修助子で、念押し脅威の歌詞になります。この歌詞ね、やたらちょこちょこ問題で見かけるんですよ。ぶっちゃけ、役には出てこないんですよね、念押し脅威なんで。 なんですけど、文法問題とか識別の問題とかでよく見かけるので「年押し脅威」というのは実際に押さえといた方がいいと思います。終助詞念押ししでございました。ということで内容としては、えー、もうまあ薄っぺらいっちゃ薄っぺらいんですよね。<laughs> 道長すげえがやりたいだけで宮中でね暇やったから肝試ししてみたと。 すると、道長が、え、俺全然どこ行ってもそんな怖がったりしないんですけど、みたいなね、ことを言い出したと。で、それ聞いた味方が、おおだったらお前ら兄弟全員行ってこいや、言うて、全然何も発言してなかった道高道金が巻き込まれると。で、お,お兄ちゃんだち行こうぜ、言うたら、お兄ちゃん二人はチキってしまって、もう全然行けず途中で帰ってきてしまったと。なのに、道長だけは、ゴール地点まで行って、あろうことか、この宮中の中の建物のね、 柱を削ってで、それを持って帰ってきたと。で、ミカト、これが証拠ですと。どうすか言うて。行ってきましたよ言うて。で、翌朝、実際どうもほんまなんかなと思って確かめてみると、ほんまやったと。 いう感じのお話です。うーんー、まあ、これが本当の話なのかどうかと言われたらわかりません。これなんでかっていうと、もうこの、要は宮中のね、柱に傷があったりとか、ま、なんでもいいんですけど、学校とかでもいいんですけど、皆さんの学校にこの傷の言われ知ってるとかっていうふうに聞いていって、実際に道長を知らない人とかでも、都市伝説的に聞いたりすることってあるじゃないですか。道長関係なくてもですよ。 10年前にとか5年前にとか直接もその格好にはいない人の話とかを作り出してねでちょっと怖い話作って友達に聞かせてビビらしたろうみたいな感じもあるかもしれないでしょだからこの辺も作り話の可能性もあるんですよまあその辺は別にぶっちゃけえっ何な,なん古文って思うかもしれませんけど、まあ、その辺はまあもうお茶目な もいやいやん、本当にやったかもしれないですよ。本当にやったかもしれへんけど、まあ、その辺はわかんないですよね。わかんないですよね。うん。まあなんで、えー、ちょっとこういうお話作って道長を盛り上げてみたというような設定になってるかなというところですね。はい。というところで本日はこれで終わりにしたいと思います。これで道長の豪坦というところは終わりかな。 えー、なので大鏡またね、えー、テストをしっかり頑張って頂ければと思いますそれではバイバイいやーでもまあ気持ちわ上がるな肝試しとかやりだしたら僕も行ってまうな行ってまうな行、うん、ってまうね <laughs> ああ僕も結構ホラー体性高い方なんでね